Hello, welcome back to BanG Girls Band Party. We have a new update. Today is the March 19th build for BanG Dream. Oh, looking fancy, Tomoe. Hey, we got a new song. Would you look at that? Let's go over the event this time. Thank you for the song. やっぱこの写真集は最高だな。特にこの夕焼けの写真なんか。はあ、この景色実際に見てみたいな。 写真集だよ、猪島の。猪島って確か大きい水族館があるところだよね。そうそう、猪島の写真集か。私も見たい。ともえ、見せて見せて。もちろん、みんなで見よう。ありがとう、ともえ。それじゃすぐこっちこっち。 波がキラキラ光ってるよ。この街並みの写真もすごくいいね。生活感が出てるっていうか。おお、このケーキ屋さん間違いなく美味しいね。モカちゃんケーキセンサーがそう叫んでるよ。私このケーキ屋さん知ってる。 SNS で美味しいって評判になってたよ。写真集って楽しいね。なんか見てるだけでその場所を観光してるみたいな気持ちになれるよね。だろ？だから私は好きなんだ、こういう写真集。そういえば巴の部屋にこういう写真集たくさんあるもんね。あれは外国の写真集な。見慣れない建物とか風景とか、 そういうの見るとなんだかワクワクするんだ。その気持ちちょっとわかるかも。だってこの写真集見てるだけでも猪島へ行った気分になれるもんね。あのさ、猪島くらいなら近いし写真で満足しないで、よかったらみんなで。 何か言いたげじゃん。いや、その、ともえちゃん、もしかして猪島に行きたいのに言い出せない感じかな。それじゃあモカはどうだ。猪島、うん、楽しそうって思うよ。ケーキも美味しそうだし。だろ、良さそうだよな。でもこの
時期だと寒そうだよね。そうかもしれないけど、冬だからこそ夕焼けが綺麗だったりイルミネーションが映えるんだって。私寒いの苦手。モカはこたつで丸くなるって言葉もあるくらいだよ。そんな言葉はないけど、こたつでみんなでこたつに入って女子トークとかしてたいよね。いつもならひまりあたりがそれじゃあ行こうって言い出すのに、なんかこういうの私から誘うのって苦手なんだよな。照れくさいっていうか。ともえちゃんちょっとがっかりしてるみたい。そうしたら私が、あの私はいいと思うな。井の島写真集見てたら行きたくなっちゃった。すぐ。モカちゃんもひまりちゃんもどうかな。寒いかもしれないけど、みんなで久しぶりに遠出するのも楽しそうじゃない。すぐにそう言われちゃうとな。けど寒さには勝てないよ。海沿いってさらに寒そうだし。そういえば確か井の島にはパンケーキで有名なカフェがあるって聞いたことあるな。ほほー、パンケーキ。他にも食べ歩きができる店がたくさんあるらしいぞ。寒い時期ならではのメニューもあるかもな。行く、行きたい。ひーちゃんもどう？ほら、食べるといえばひーちゃんじゃん。もうそういうのじゃないってば。けどズグとモカの話聞いてたら行きたくなってきたかも。よし、そういうことならみんなで行くか。うん、ランにも都合聞いてみんなで行こう。ランちゃんも寒いからって断りそうだけど、みんなで説得しようね。私が説得する。パンケーキのために。頼もしいな。それじゃあ放課後になったらランにもこの話伝えに行こうな。おー、oh man, Tomoe was trying so hard. Good job, Tsugumi. All right, let's see what this is about. Okay, just like the last event, we got this.Let's try out this brand new song. 何事もチャレンジだよね。
Ah, man, that song gets so many flicks. Oh gosh. That's a good song. I like that afterglow song. Alright, we got another event story. Yay, stars! I'll make good use of that. Alright, we're going to finish up with this next part of the event story, and then next time, we will be continuing and finishing up this event. ついてすぐに食べ物。すっごくに
人気のあるお店でいっつも行列なんだって。だから混む前に行った方がいいと思うんだ。それ賛成。一番最初に行こう。はあ、ひまりももかも。分かったよ。それじゃあそこに行こう。よかった、まだそんなに混んでないみたい。お店の中の席もテラス席も空いてるよ。中にしよう。外は寒そうだし。いよいよ、ここはテラス席一択だって。海がすっごく綺麗に見えるってネットに書いてあったもん。テラス、ストーブもついてるし、ブランケットの貸し出しもあるから、そんなに寒くないって。ひまり詳しすぎ。ま、ストーブがあるなら大丈夫かな。じゃあ、そこの角の席にしよう。この席が一番眺め良さそうだし。確かにすごい眺めだな。じゃあ私はここに座らせてもらうよ。ひまりは海が見える席に座ったらいいんじゃないか。いいの？ありがとう、トモエ。それじゃバッチリ写真撮っちゃうよ。で、意気揚々と言っちゃったけど、思った以上にテラス席寒い。しっぺの私が寒いなんて言えるわけもないし、ここは我慢だよね。海の写真も撮りたいし、他のみんなは大丈夫かな。なんかあったかいもの頼もうかな。だな。やっぱり寒いよね。私はパンケーキ一択。バナナキャラメルパンケーキ、抹茶黒糖パンケーキ。すごいな、このメニュー一冊分全部パンケーキだぞ。悩むな。ひーちゃんはどれにする？私はひまり、体が震えてるけど、ひょっとして寒いんじゃないの？まさか。そんなことないよ。私はこのパンケーキにしようかな。Aww, that's nice. I want some banana caramel pancakes and to go on a vacation like that. Alright, well, next time we'll be continuing with, well, the rest of the event story. Thank you all for watching. Have a great day and or evening.